皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。 鈴木宗男氏がなんと、ロシアが100%勝利すると、そういったことを発言をして、除名処分になるかもしれないといった情報が流れてきましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら、産経新聞。鈴木宗男氏が維新に黙ってロシアに渡って、さらにロシアは100%勝つと言ってしまいました。そこでついに維新は除名するのかと、それとも宗男氏を圧にまして、 けて除名ができなないことになるのか今勢いのあった維新に面白い展開が起きそうですので、どういうことなのか見ていきましょう。維新、鈴木宗男氏除名を検討、労省力対発言が問題に、日本維新の会が、 党に無断でウクライナを侵略中のロシアを訪問した国会議員団副代表の鈴木宗男参院議員の処分をめぐり、署名も検討していることが6日分かりました。当日の国会議員団の登記委員会で出た意見や鈴木市の市長などを踏まえ、持ち回りの党常任委員会を開いた上で10日に最終判断する方針となっているようです。そして党内では無断の放浪に留まらず、ロメディアの動画でロシアの勝利を期待する との趣旨の発言をしていたことが問題視されています。そこで鈴木氏は国会内で記者団に対して動画は切り取られたものだと主張しました。一方私はロシアが勝つと思っている。 皆さん、ウクライナが勝つと思うか政治経験のない人たちは、どうしても印象論や感情論で判断すると持論展開。政治家としての信念を持って、ブレずに発言、行動していけば分かってくれるとも訴えた。鈴木氏はですね、本音を隠して建前論を言っています。その建前論には事実が含まれていますので、 感情論で聞くと何を言ってるんだと思いますが、感情論で聞かないと事実も言っています。しかし本音は別のところにありますので、それを後ほど紹介します。鈴木宗男氏を見ていると、ロシアのプロパガンダに騙されるとこうなると、それがよくわかる実例となりますので、皆さんも騙されないようにこの鈴木氏の事例をよく見ていきましょう。そこで藤田文武幹事長は6日の記者会見で動画に関して、映像を取り寄せて 精査すると説明しました非常に厳しい対応せざるを得なくなるかなと思うだからこそしっかりとした手続き論と論理的正当性を担保する法人だと語ったとつまりもう除名する気でいますよと鈴木宗男氏は圧が強いのでしっかりと手続きを踏んでみんなで決めましたと私が決めたのではなくみんなで決めましたとそして論理的正当性つまりこれを言うと反論できませんよとそれを と言って除名にするつもりでしょう。しかし本当にできるかどうかはわかりません。鈴木氏は党が海外渡航のルールとして定めていた申請書を事前に出さないまま、日本を1日に出発してロシアに向かった。それは秘書が出し忘れていたと言っていまして、責任は私にあると言っていましたが、そこでロシアとは今こそ話し合いが大事なんだと、すっかり開き直っていましたよね。もうこれは確信案としか言えませんよね。 そこで届ければ渡航に出したとまあ、確信案ですよね。そして鈴木氏はロシア滞在中、ルデンコ外務次官らと会談し、5日に帰国をしていました。そして全中日大使であったガルージン氏とも会談をしていました。当初は無断放浪以外の責任を問うことは難しいと目されていました。しかし、インターネット上で動画が拡散されたこともあり、党員資格停止や除名なども検討すべきだ。関係者、 との声が高まったと、そこで吉村博文共同代表も6日、鈴木氏への厳しい処分を求めたと、やっと除名ができるのではと、そういう気持ちでいるのではないでしょうか。しかし本当に除名できるんでしょうかね。ひよってできない可能性もありますよね。もし除名されたら宗吉は医師のことをどんどん悪く言うでしょう。それも考慮してひよる可能性もありますよね。そこへこちら、ウクライナ人のナザレンコ・アンドリー氏。 正しい判断です。日本の国益と所属政党よりも他国のための活動を優先する人には、党員の資格はもちろん日本の国会議員の資格もないでしょう。その通りですよね。日本の国益よりもロシアの国益のために動いているということになります。2回目の辞職勧告決議が相当だと思います。 彼は2002年にも辞職勧告を受けたと、そういう過去があります。続いて、ナゼレンコ氏。日本医師の会の国会議員団副代表の鈴木宗義は、公式に侵略戦争を正当化する発言を行い、それはロノメディアに広く拡散されている、解釈の余地がない、明確な国産法違反の用語。これは医師の会の方針、日本国憲法、日本政府及び日本国会の立場に反するものであり、 国際問題化は時間の問題。日本維の会の国会イメージのみならず、日本国全体の国際イメージを一流しく損ない、日本とウクライナの関係に限らず、日本と米国及び日本と G7 の関係にも重大な影響を及ぼしかねない挑発行為である。そういう事態に発展するまでに口頭注意等実効性のない処分ではなく、副代表解任や除名処分等等の統制が取れていることと、 日本維新の会が国際法を順守し、人道に対する罪を許さない立場であることを明確に示す対応を強く願っております。ということで、 この日本医師の会のイメージのみ損なうのであれば別にいいんですが、日本国の国際イメージを損なう、さらに日米関係と G7 の関係、それにも重大な影響を及ぼしかねないと、そういう事態になるかもしれません。もうこれはですね、もうネット上でロシアに広く拡散されています。もう本当にとんでもないことをしています。それではどういうことを言ったのか、こちらスプートニク、ロシアのメディアです。 では、どういうことを言ったのかご覧ください。それでは、どうぞ。そして、私は、あの、今、特別軍事作戦が、あの、継続されてますけども、ロシアの勝利、ロシアが、あの、ウクライナに対してですね、屈することはない。ここは、私は、何の懸念もなく、 100%、確信を持ってですね、私はあのロシアの未来、ロシアの明日をですね、私は信じてますし、あのー、理解をしております。私自身はい確かにですね 切り取られているんですよね。しかしこれには言い訳できない本音が出ていました。それがこちら、毎日新聞。こちらにですね、先ほどの文字起こしがあります。ロシアがウクライナに対して屈することがないと。もういきなり本音が出ました。屈することがないと。つまり本音はロシアを応援していると。中立の立場であれば屈することがないとは言いませんよね。そしてさらに100、100%確信を持って、ロシアの未来、ロシアの そう、明日を私は信じており、理解をしていると。これですね。私は信じていると。この信じるという言葉は、中立の立場であれば出ることはありません。なのでですね、本音が出たなと。鈴木宗男氏はですね、こちら日テレニュース、鈴木宗男氏の言い訳は、 だから私は停戦を訴えているんですよと、ロシアとウクライナを停戦すべきと発言していたが、その部分が切り取られたと主張していたと。では、ロシアの勝利を希望していないのかと確認されると、鈴木氏は、いや、希望ではなく私はロシアが勝つと思っているんです。これは嘘をついています。ウクライナが勝つと思いますが、今の現状で、ウクライナは武器をもらっている、資金も援助ももらっているから長引いているだけで、これをやめ めただけで私は収まるるとと思っているとこれはですね、事実です。今、アメリカでは支援をやめようとしていて、それが欧州にも広がる可能性はあります。しかつ、鈴木氏は事実を混ぜながら嘘をついています。その嘘というのは、いや、希望ではなくと、これが嘘ということになります。もう一度、先ほどの動画の文字起こしを見ますと、ロシアがウクライナに対して屈することがないと、 屈することがないと希望を言っていますよね。さらにロシアの発想を私は信じていると、つまり本音はロシアを応援していて、そこで記者に聞かれると、いやいやロシアは勝つでしょうと、援助ももらえなければウクライナは負けるでしょうと、そういう事実を言っています。これに騙されてはいけません。 確かに事実は言っていますが、それは自分の希望が後ろに隠れていると、そういうことになります。そして、ロシアの国営通信社スプートニクは4日未明、この発言を配信していたと、それがこちらです。スプートニクと書いています。つまり、ロシアの国営通信社が切り取りをして、プロパガンダに使ったということになります。 つまり、ロシアにうまく利用されているんですよね。そして、陶器では委員から、ロシアに利用されているなどと指摘があったが、鈴木氏は発言が切り取られたものだと説明したと、まあ確かに切り取りに合っていますが、もうこの100%勝てると、それを信じていると言ったので、これは切り取りであっても言い訳は聞きませんよね。そこで鈴木氏は6日、馬場氏や藤田氏と国会内で面会、そこで記者団にいかなる処分でも 受けると述べたが根っこは手続きは遅れただけの話だ取って付けたような話がごちゃまぜになってると不満を漏らしたもう全く反省がないですよねこの取って付けたような話というのは先ほどの動画の発言は切り取りだから関係ないとそれを言ってるんですよねつまり全く反省してないということになりますそこで現地での自身の発言について問われると早く訂正に持ち込むべきというのが私の真意だ と強調したとつまり停戦になるとロシアが有利になります今ロシアは追い込まれていますので早く停戦してほしいとそして停戦になれば海戦前よりローは広がっているとそれに持ち込みたいので鈴木氏をうまく使っているということになるでしょうもうですね鈴木氏は日本の国益のために動くのではなくロシアの国益のために動いているとそうとしか言えませんよねそしてこちらデイリー鈴木 鈴木宗屋は国益の観点から結果を出している。党の除名処分に反発。モスクワを訪問した意義があった。鈴木氏の言い訳を見てみましょう。日本審の会の鈴木宗屋参議院が6日公式ブログを更新。鈴木宗屋は国益の観点から結果を出していると言いたいと主張した。宗屋氏はこの日のブログでは、 バルダイ会議に出席したアビル・タイスケ氏がプーチン大統領に質問。ロシアとウクライナの対話再開に日本がイニシアチブを取った場合に支持するかを尋ねた際に、それに応じる用意があるとプーチン氏が話したやり取りを掲載した。まあこれは出来レースでしょう。その上で、 今朝の夜中1時47分に国際電話が入り、鈴木先生がロシアで会われた方々にこんな時だからこそ対話が必要だと話されたことを、プーチン大統領はきちんと答えていますと連絡が入った。プーチン大統領の発言を聞き、モスクワを訪問した意義があったとほっとしたものであると記したと。さらに、 日本医師の会で雑音が流れているが、鈴木胸は国益の観点から結果を出していると言いたい。しっかり心して日露関係に取り組んでいく決意を新たにするものであるとしたと。まあ全く反省がないどころか、プーチンに話をつけてやったぞと。それでも除名するのかと言っています。そこで宗オ氏のョ放浪については、医師の国会議員団は6日、登記委員会を開催。 議員団からの離脱勧告を行い、従わない場合は助籍とする答申案をまとめた10日にも正式決定すると。つまり、 禁断で決めないと、胸押しの圧力に負けてしまうと、みんなで決めたから従ってくださいねと、非常に弱腰な方がわかりますよね。そして鈴木ネオは日本の国益の観点から結果を出したのかと、プーチンが話し合いに応じるというのは日本の国益なのかと、しかしそれはロシアの国益ではないでしょうか。そしてこちら NHK、プーチン大統領日本との対話、申し出があれば応じるよう ということで、日本が申し出ないといけないと、非常に上から目線ですよね。ロシアのプーチン大統領はいつか、南部措置で開かれている国際情勢をテーマにした会議で演説した後、会場からの質問に応じ、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻後悪化している日本との関係について、我々が日本に制裁を科したわけではなく窓を閉ざしたわけではない、日本がやったのだ。 会話が行われるのは良いことだ。 閉ざしししたた側から申し出ががああれば応じるる用意とと主張したとつまり、制裁がきついのでやめてくれと。それが対話の条件になるでしょう。つまり、鈴木宗男氏は、ロシアが今苦しいので、何とかして放浪してくれと。そこで鈴木氏は秘書が申請書を出していなかったと嘘をついて放浪して、そしてあの動画を撮って、その後にプーチン大統領が発言をするという筋書きになっていたのでしょう。それにまんまと 鈴木氏は使われたということになるでしょうね。そこでこちら産経新聞。その鈴木宗男氏、産経新聞はインタビューをしました。ロシアが勝つと思っている鈴木宗男氏発言商法。いかなる処分でも手続き取って結構。馬場氏と藤田幹事長が先ほど来て、党内手続きを取らせていただきますと、来週火曜日10日に登記委員会、 当の答申をもらい、役員会などを開かないとダメだそうだ。役員会後を私に連絡をよこして、相談をしたいという話だった。私はそれで結構ですよと答えた。そこで処分の内容は、鈴木氏、一切触れていない。それ以上の話はない。そこでどういった処分でも受け入れる用意があるか。鈴木氏、私はもういかなる処分でも、 本の届け出が遅れたのは事務的なミスであっても責任は私にあるから、どうぞ手続きを取ってもらっても結構ですということだ。事務的な手続き以外についても責任を問う話はあったのか。鈴木氏、今日はその話はなかった。昨日はそれぞれ議員の考えはあると思うけれど、藤田氏からは日程の歌詞、手続き上のね、 それは明確に遅れたわけだから処分にはなるなと。あとそれぞれの考えについてまで言及したならば持ちませんと言っていた。私はもし元代表の橋本徹氏だったら、再三登記委員会にかかりませんと冗談で言ったと。つまり橋本徹氏よりも、馬場氏と藤田氏はおかしいよと。そういう風うに反撃をしたということでしょう。まあ一筋縄ではいかない人ですよね。それは昨日のことか。鈴木氏、いやいやさっきの 中で私も馬場氏とも藤田氏とも何ら悪い関係ではないから、これ以上問題はない。 ババシなどは35年前、中山太郎元外相の秘書の時からの付き合いだから、中山氏が外相の時、私は政務次官だったわけだから、つまり私の方が上ですよと、そういうふうに聞こえますよね。早く戦争を止めれば原爆投下なかった。6日の陶器ーーでも話題になったが、ロシアの国営通信スプートニクでの報道インタビュー動画の配信について、ババシらから話はあったか。鈴木氏、出た。 というか私が話した、切り取りの話で議論したら逆にそういう政治家のレベルが問われますよと、つまり切り取りだからそれで除名したらおかしいですよと、政治家のレベルを問いますよと、つまり脅していますよね。 あれ、スプートニクは流しているわけではないから、医師の見ている人たちのは、日本人が作っている、私を良しと思わない連中が作っている話なんだからと、まあこれは都合よく言っていますよね。すでにこの動画はロシアの中で流れているので、日本人のせいにしてロシアは悪くないと、本当に日本のことを思うのではなく、ロシアの味方をしていますよね。だからそこで判断するというのはね、逆にね、 世界の笑いのになる可能性があるかといって、それはババッシュもフシタちもよく承知をしていたと、まあ承知をしていたふりでしょうね。これで維新が除名をできなければ、二度と除名をすることはできないでしょう。まあどうなるか本当に楽しみですよね。続いて、 あの動画の中でロシアの勝利を100%確信しているかのような発言の部分のシーンは、そこで続きし、そこは聞かれないし、私は長引かせたら命がなくなってしまう。 これは避けるべきだと、その上の話なんだから、いや、都合よく言っていますよね。そして同時に武器をくれ、お金をくれと言っているから長引いているわけですから、これはですね、これはよくロシアが使うプロパガンダですよね。ウクライナは侵略をされて、自衛のために戦争を行っています。そこで武器やお金がなくなると、ロシアに侵略されてしまうと、それをする騎士は長引かせたら命がなくなると言って脅して、停戦にて、 持っていかそうとしているんですよねつまりウクライナの方を向いているのではなくロシアの方を向いているということになりますこれがロシアがよく使う世論誘導ですよこれに騙されてはいけません日本もそうだった早くに戦争を止めていれば東京大空襲も沖縄戦も核は落とされることもなかったこれもですねよく使いますよね もしですね、日本が抵抗しなければ、今はアメリカの領土になっているかもしれません。抵抗したから同盟関係が結ばれたんですよね。そして日本も自衛の戦争をしていましたので、全くおかしな発言をしています。そして私はその二の舞いをしてもらっては困ると、あってはならぬと思いで言っている。 もう都合よく言ってますよね。とにかく命が大事だから停戦をしろと。もうですね、それはウクライナが決めることでしょう。本当にロシアの立場にしか立っていませんよね。鈴木氏がウクライナの立場に立つところを見たことがありません。そしてこちら、産経新聞。 仮に除名になったら受けるのか鈴木氏。私はいかなる処分を受けるということを言っている。それは今日伝えたのか鈴木氏。昨日も今日もですね。ただ日程の件でどういう処分が出るのかというのは逆に面白いです。何が面白いのか鈴木氏。 いやいや、これだけ騒ぎになるということが、手続きが遅れただけの話だから、根っこはそうですよと。問題にできるのはそれだけしかないと。つまり問題は日程問題しかないと。非常に都合がいいですよね。あとはいろいろとってつけとるような話がごちゃまぜになっているからね。私は何も日程の価値は私に全部ある。だからいかなる責任も私が取る。それはメーカーに言ってるわけだ。 つまり、鈴木氏の責任を取る発言は、日程の過信あって、動画で発言したことは責任は取らないと、そういうことを言ってるんですよね。これは非常に無責任ですよね。そこで産 k が、特別軍事作戦といったロシア寄りの発言は、取ってつけたようなことなのか、非常にいい質問をされていますよね。そこで鈴木氏、私は去年の2月24日以降から一貫しているから、私の雑誌での発言、テレビでの発言、 発言全部調べてください。私はブレていませんから、おそらくずっと特別軍事作戦と言っているんでしょうね。それがなんで今そこの部分だけ取り上げられるのか、私自身わからないのだ。本当におかしなことを言っていますよね。逆に一部マスコミの身勝手さはあるなと、私はこう受け止めている。私は何かしら軸がなくて、その都度その都度発言が変わっているならば指摘されてもいいけれども、 私はずっと去年紛争が始まってから訂正論者ですから確かにこれはずっと一貫しています。 一にも二にも停戦。日本の二の舞はしてくれるなという思い。早く終わらない戦争はないけれども、早く止めることによって命が助かるんだと。このことは一貫して私は言ってきているのだからと。まあ、建前でしょうね。本音は動画で言った通り、ロシアはウクライナに対して屈するな。100%勝てると信じていると。 これが本音です。ロシアがウクライナに勝って、領土を拡張できると、そのために停戦してほしいと言ってるだけでしょう。そしてこちら、産経新聞。鈴木宗男氏から放浪の説明受ける予定ない、上川外相。 つまり政府としてこの放浪は全く意味がないと思っているということになります。上川陽子外相は6日の記者会見で外務省が渡航中止韓国を出す中、ウクライナへの侵略を続けるロシアを訪問した日本維新の会の鈴木宗男参院議員に関し、現時点で鈴木氏からロシア訪問の詳細について説明を受ける予定はないと述べたと。非常にいいですよね。その上で上川氏は、ロシアによるウクライナ侵略は国際 秩序の根幹を揺るがす暴挙だ g 7をはじめとする国際社会と連携しロシアに対して厳しい制裁を行う外交的取り組みを今後もしっかり進めていきたいと強調したとまあロシアの工作はうまくいかなかったとまあロシアはプーチンが言ったように制裁を課しているのは日本だと つまり制裁を外してほしいと。そのために鈴木宗義を使ったのに、一切役に立たなかったと。それどころか所属政党を除名されるかもしれないと。全くもって役に立たなかったと。まあですね、他国を優遇するとこういった運命になりますよね。おそらく玉木デニーチもそういう風になっていくでしょうね。そしてこちら G 通信。 プーチン氏発言、生還の構え。政府対露制裁を継続。政府は日本との対話に条件付きで応じる考えを示したロシアのプーチン大統領の発言について静観する構えだ。ウクライナ侵攻を続けるロシアに対し、先進7カ国 G7 を中心に制裁を行っており、プーチン氏の発言は G7 議長国の日本を揺さぶる狙い、外務省関係者、 と見ているためだと、つまり G7 を分断させるために、ロシアは鈴木宗吉氏を使いましたが失敗をしたと、そういうことになるでしょう。そして政府は6日、G7 の結束を優先し、対ロ制裁を継続する方針を示しました。本当にこれでいいんですよね。G7 を分断させようとした鈴木宗吉氏を維新はどうするんだと、非常に楽しみですよね。そこで佐藤正久氏、 完全にロシアに利用されている。首相信条の自由はあるが、ウクライナでロシアが行っていることは国際人道法違反でもあり ICC にも捜査中。まあどうするんでしょうかね、維新は。そして小野寺いつの石、ウクライナ交戦に焦りを感じたのかプーチンが核による威嚇を始めました。 開発中の新型原子力巡航ミサイル発射実験成功と核実験全面禁止条約 CTBT 批准の取り消しを示唆核実験再開の可能性にも言及。これはですね、巡航ミサイルの動力を原子力でやろうとしています。その実験に成功したと。なので理論上はずっと飛び続けることができます。そういうミサイルの開発に成功したと。さらに核実験もこれからするかもしれないと。 こんな時こそ国連安保理が機能すべきなのに、国連改革は急務です。まあ国連改革は無理でしょうね。そういった状況の中で鈴木宗男氏が放浪したと、最新はどういう処分を下すのか、非常に楽しみですよね。そこで朝日新聞、膨らむ万博建設費、資金繰り焦る吉村知事、政府も苦悩。まあ吉村知事はこれまで、2025年に万博は開催しますよと、これは一 自身が主導でやってますよとずっと言っていましたよね。それが建設費がかさむことになって、これは国主導なんですよと、そういうふうに発言が変わってきました。万博の建設費が約450億円増えると、そういった資産が出てきました。そして産経新聞、そこで吉村知事が急いで霞が関を暗夜していると、そういった状況になっていて、 これで鈴木宗男氏処分が除名ではないと。そうなったら維新はどうなるのかと。維新はずっと上り上司でしたが、この万博の県と鈴木宗男氏の県で勢いは落ちるでしょうね。ということで、鈴木宗男氏の本音は進路だと。そしてロシアに利用されて、G7 の結束をサポートして、制裁を解除させようとしていたと。それがお分かりいただけたと思います。 ということで、維新は処分をどうするのか、それに皆さん注目をしていきましょう。またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、X のフォローもよろしければお願いします。またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップ登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 ありがとう。